が目となれ、スニ。エカイボル、ガラスの友よ。全員無事か？懐かしい顔に出会えたものだ。ワラビッド、ヨルビックのユールタイドの宴であったな。もしない。それで何をしに来た？ハルフダン市長に呼ばれてきた。どこにいる？ここにいたが、ピクト人に攻められてはぐれてしまった。来るぞ、丘の方からだ。拳銃を組め、背中に気をつけろ。ピクト人が歓迎されないだろうな。今日死んだ。とにかく我らは勝つ。トールのために。お前に救われたな、友よ。またしてもだ。ハルフダン・ラグナルソン、あんたと戦場で会えるとはついてる。お前は誰だ？ファラビットの新しい配下か？カラスの戦士団のエイボルだ。エイボルか。マーシアでは我が兄弟アイバーとウバ、イーストアングリアではフィニルと共に王を据えた。聞いた話ではもっと大きいかと思っていたぞ。どんな奴だってあんたには負けるさ。俺の呼びかけに応じてきたのだな。だが見ての通り時期が悪い。今は大勢が戦いで力を使い果たし疲れ切っている。ファラビット、死者を弔う用意をさせろ。直ちに、我が師匠。話は後だ。
ではドネカストレに戻り勝利の宴だ。ラグナル・ロズブロークの長男だというが、彼をどう思う？実に英雄らしい。見事な立ち振る舞いだ。思惑通りというわけか。ユールビクシャーへようこそ。ありがとう、ファラビット。あんたの市長にも歓迎されたかったが、まずは信頼を得ないとな。それがお前の目的か。ハルフダンの信頼を得て配下に加わりたいと。居場所ならもうある。ここへはイングランドの新たな諸侯と友好関係を結びたくて来た。ではお前も諸侯の一人というわけか。欲しいのは友だ、主人じゃなくな。ノーサンブリアの主はただ一人だ。市長の言葉は聞いたな。さあ早く来れ。ローマの巨人どもはでかい城を作ったものだ。ハルフダン市長の謁見の間はどこだ？こっちは塞がれてる。春が来たら練習を開始する。それが計画だ。だが私の民が苦しんでいるのだ。とにかくこの戦を終わらせねばならない。攻撃の開始は俺が指示を出した時だ。ハルフダンの戦鎚がこの国を守る。そう俺の民に伝えるがいい、リシエ王よ。仰せのままに、我が君。お前は何者だ？近くに寄れ。ハルフダン・ラグナルソン、助力の要請に応じてきた。貢ぎ物に感謝するぞ、狼傷のエイボル。お前の勇猛さは聞き及んでいる。ヨルビックの英雄か。詩人がそう歌っているぞ。ただの英雄じゃない。リシエ王に代わり町の秩序を取り戻した。盗賊や反逆者ともケチらしたそうだな。確かに指揮は取ったが、皆のおかげだ。俺の義をヨルビックの自由民にやったそうだな。最も必要な人々に与えたまでだ。愚かな選択で、リシエ王の懐に入っただけだろう。戦場で下した決断は振り返らないことにしてる。同感だな。いちいち考え直していては勝利が遠のくだけだ。ピクトとの戦いをお前に任せてよかった。
たとえ勝利がエイボルのおかげでもな。ええ、俺とエイボルで敵を下し、最後にあなたが死体をついて勝利の栄光を手にしたというわけだ。我が友よ、オーディンの槍のごとく鋭い皮肉だ。ぐさりときたぞ。あなたの土がなければ死んでいた。偉大なる師匠にこれを、今日の勝利で得た品だ。美しい品だな。フランクのものか。お前はどう思う、エイブル。主敗は主敗だ。そこにどんな酒を入れるかが重要だろ。知恵の回るやつだ、ファラビット。俺は前線に戻らねば。長く寒い道のりになりそうだ。思い上がった二枚舌の野心家め。市長、あんたに呼ばれた件だが。ここではなしだ。今は踊り、歌い、酒を飲むがいい。あとでこの石の塔のてっぺんへ来い。そこでお前に友情と裏切りの話を聞かせよう。大昔からある話だ。Gullin borstat sá gullnum akkarinn. Að einu nokkurt regnum várit, sólum sumarit, ekki meir. Hákar í aldagóð þeim jöksilfr. Þeir elska það eftir hálftir nokkur er valer på matigru kálpa nýtski. なら潮のように満ちてる。宿命でもなら試してみな。あんたの宿命がどうなってるか。戦士よ、斧を持てば無敵でも核杯を持ったらどうだ。リシエオ。ああ、エイボル、お前の基地を。いつでもお声掛けを。できれば今知恵を借りられないか。北のピクト人にどう対処するか。とても力には力を、それしかない。この宴がデエンジンの言う戦の準備。存分に戦い勝利し、そして明日もまた戦う。宴はそのためにあるとも言えるな。叩き切ったり引き裂いたりはお前たちに任せよう。楽しむがいい、軍師よ。ああ、全くだ。私から強い抗議の手紙を送っておこう。でも外で戦ってるのはファラビットだ。犬ならば銀を求めはしない。犬ならば首長になろうなどとは思わない。俺は狼だ。いや、狼の王なのだ。ああ、エイボル、こっちだ。良いものを見せてやろう。この全て、この全てを征服した。俺とあいつで共に。あんたは多くの戦いに勝ち、大きな名声を得た。だが一人でではない。豪遊のビオル、
恐れ知らずの乳母、骨なしアイバー、蛇の目シグルズ、誰もが強かった。我が兄弟たち。金はいい、戦はなおいい。だがとはなるは栄光、英雄の館に、武勇の馬の背に。我らは共に征服した。我が友と我が戦士団と、何よりもファラビットと共に。一振りの剣では軍にならんぞ、エイボル。英雄にも忠実なる友がいる。俺はそれを決して忘れたことはない。決して。そこにもう一人加えてみる気はないか。お前にとって友情とは何だ。同盟関係の言い換えに過ぎない。大事なのは誓いを守ることだ。容赦ない者の味方だな。だが正しくもある。遠回しはよせ、ハルフダン。何に悩んでる。友情は腐るものでもある。肉のようにな。あいつはこの後に及んで俺に噛みつこうとしている。ファラビットか。善良で誠実に見えたぞ。見かけはな。輝く冬空も暖かく見えるだろう。だが噂が飛び交っている。謀反を企む卑しい者たち。彼だという証拠はあるのか。いや、まだない。そこでお前の出番というわけだ。裏切りの証拠を見つけろ。ファラビットの企みを暴くのだ。亡命の話はその後でするとしよう。どこから始めればいい。手がかりはないのか。わかるか。海の一角中のものだ。出された酒をこれで清めている。聞いたことがある。世界の果ての果てで氷の下を泳いでると。そしてその角には解毒の力がある。ファラビッドがあんたに毒を持ってるっていうのか。その疑いがある。今のところうまくいってはいないがな。信じがたくはあるだろうが、俺はあいつを知っている。笑みを浮かべ、ワインを置く、妬み、企んでいる。真実を探れ、暴くのだ。奴の裏切りを。で、なぜ私にやらせる。お前は王団とその手下どもの企みを防いだ。同じことをすればいいだけだ。名声ってのは諸刃の剣だな。手を貸そう。ファラビットはすでにここを出て川上の野営地に向かっている。奴の軍勢に加われ。そうすれば探りを入れるのはたやすかろう。何もなければどうする。本当に善良で誠実なら。ならばなおのことよい。いいだろう、友よ。可能な限り探り、成果を持ち帰ろう。ファラビットに騙されるな。奴は何か隠している。
ファラビットの野営地はこの先か。行け。寒くて泥まみれ、ここだな。ギンヌンガガプに身投げでもしちまえってんだ。俺は犬じゃねえぞ。その割には犬みたいに吠えてるな。ファラビッド。おう、我が友エイボル。ドネカストレでのもてなしはどうだった？こいつを友なんて呼ぶなよ、ファラビッド。ハルフダンに命じられて死肉を漁りに来たカラスだ。確かに話はしたが、それがどうした？これは俺たちの戦い、俺たちの獲物だ。カラスはとっとと巣に帰りやがれ。ナイフをよこせ、ファラビット。この子犬にはしつけが必要だ。フルフル行け。小物ほどよく吠える。それでハルフダンはどうだった？目的は果たせたのか？ピクト人との戦いであんたに手を貸せば、ハルフダンは同盟を考えるそうだ。どう動けばいい、ファラビット？ピクト人はあの修道院を襲って金銀を根こそぎ奪った。サクソン人ってのは納屋より教会を作って修道士の群れを囲うんだ。ああ、修道院は我々以外にとっても格好の標的だ。ピクト人どもは北へ向かった。エルメットか。少し前に襲ったことがある。なるほどな。連中は宴の残飯を拾ったというわけか。準備はできてる。連中を叩き潰すとしよう。ハルフダンがお前を北によこしたのはこんな小競り合いのためじゃないだろう。何をしに来た、エイボル？ハルフダンはあんたの忠誠心を疑ってる。何か企みがあるはずだとな。俺を疑ってるだと？これまでハルフダンのために戦い、殺し、血を流してきた、その俺を疑うのか？正直あんたを疑う理由はないように見える。だがハルフダンは慎重なんだろう。慎重ね。昔から疑り深かったが、今や骨まで猜疑心に蝕まれてる。武器を取れ、野郎ども。ピクト人を蹴散らすぞ。奇襲に気をつけろ。ドネカストレに残ってりゃね。ピクトじゃなく先にありつけたのに。見張り仕事に何の栄光がある。さあ行け。この先にピクト人がいる。お前が先導してくれ。奇襲の達人だ。気をつけろ。
感謝します、ソウル。無事通過できてよかった。この洞窟は抜け道だ。ピクト人が山越えに使ってる。よし、お前は洞窟で連中を追い立てろ。我々は回り込んで一網打尽にする。